皆さんこんにちは、村田雄平です。はい、今日はお知らせになります。とゴールデンウィーク5月の3日から7日までですね、こちらのゆうべす、こちらにてある方の個展が開かれます。このお店始まって初じゃないですかね、貸し切りで個展するっていうのは。どなたかと言いますとですね、と以前私下関で個展をその方が開かれていて、お邪魔したんですけれども、ボールペン画アーティストのさきさんという方です。うちのお店にもですね1枚絵を飾らせてもらっています。めちゃくちゃ細かいんですよ。爬虫類をメインに描いてらっしゃるんですけれども、ちょっとその時に、行って簡単に映像を撮ってきたのでご覧ください。どうぞ。 I know that I messed up. Wish I could take it back. But it doesn't matter when you look at me like that. I know that I fucked up. But that doesn't work as an excuse. Sorry doesn't cut it. But I'm sorry for what I did to you. Can only sleep with the TV on. Ever since you left, I'm goneはい、いかがでしたでしょうか。すごくないですか。もう僕には到底もうちょっと描いただけですぐってなるような細かい絵を描く方です。その方がですね、大阪から東京にやってきて約1週間ここで個展を行います。まあ、こっちにも全部飾って、中の卓球台の上にも、気軽にね持って帰ってもらえるようなグッズも置いてもらえる予定になってますので、ぜひ足を運んでみてください。概要欄にですね、さきさんのインスタのアカウントなどを載せておきますのでチェックしてもらって、まあ何せよ本当にこれどんくらい時間かかるのっていうぐらい途方もない作業なんだなって思ったんですけど、その場で書いてるのを見たんですけれども、ああやって一つ一つ丁寧に書かれた作品はやっぱり何か感じるものがあります、個人的に。なのでぜひ生で見てほしいので、まあ、写真もねいいですけど、やっぱりそういうアートというものは素晴らしいなと改めて思った次第です。開催期間中はですね、僕も基本的にはお店にいようかなと思っているので、ぜひ、アートを見ながらその絵の話、またねカメラの話などもできたら嬉しいなと思ってますので、ぜひ気軽に皆さん遊びに来てください。という簡単なお知らせでした。お待ちしております。よろしくお願いします。